はいどうもこんにちは、神風オレです。今回はこの紫イムガンズミおはやくんでやっていきましょうってことで、まあまあ皆さん知ってると思いますが、こいつ対空ミサイルなんで、まあ対航空機めっちゃ強いですね。はい、で実はこいつね、リロードがめっちゃ早くて、そして6時間めっちゃ早いんですよ。だから一旦使用してみますけれども、こいつ使うとねすごくなるんですよ。やってみますね。はい、リロードが 4.2 だから、どのミサイルも速いのか、どうなんだ、どのミサイルっていうか、どのティア3ミサイルも速いんじゃないかな、リロード時間が。だこんな感じにね、ポン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 打つことができます。こんな感じにね。で、6時間も 0.5 秒だっけ、で、0.5 秒どこじゃないか。0.15 秒ぐらいだっけな。うん。こんな感じにすぐね、ロックできるので、めっちゃ強いです。正直な話。まあ、体感の DPM 関連で言うと、そこまで高くはないんですけれども、やっぱこれずっと打ち続けるのはすごい魅力的ですね。はい。そしてなんか航空機もね、フレア高いともね、すぐね、打ち返すことができるんで、めちゃくちゃ強いです。だから航空機も落としまくれるし、こんな感じに、まあ、相手、どちらかというとね、火力というよりはね、相手をビビらせるっていう方が強いかもしれないんですけれども、そういうことができるっていうのが強いですね。はい。まあ、例の頭角くんとかね、いろいろあるんですけれども、例の頭角くんとかペンギンことはできるんですけれども、どうなんだ、一応これが一番強いんじゃないかと思うぐらいなんか面白いんですよね。はい。まあ爆撃機も落とせますしね。はい。対空もできるから、そこってめちゃくちゃ優秀じゃないかなと私は思ってますね。はい。まあそんなこんなで早速やっていきましょう。はい。ということで、2試合目やっていきましょう。1試合目やっていきましょうってことで、はい。ちょっと頭爆撃始めてきますね。はい。ということで。で、敵はまあ、でもまあまあ強いな。まあ、ルカス君がいますね、向こうに。で、敵にも空母いるんで、一応、防空もできる感じですかね。一応、味方と一緒に行動したいんですよね。味方と一緒に行動した方がね、自分狙われずに済むからね。まあ、これ強いんですけど、まあ、愛っていうのはやっぱりね、防御がかすすぎるんで、はい。まあ、フリーゲートぐらいの体力に、あれなんで、フリーゲートぐらいの体力で、まあ、防空なしなんで、まあ、かなりきついですね、そういう点では。まあ、一応、デコイがある分ね、まあ、結構マシではあるんですけれども。で、それでもね、やっぱ欲しいもんは欲しいんでね、はい。欲しいもんは欲しいっていうか、やっぱりね、タゲはこっち向いて欲しくないんでね、はい。タゲ取る用の感じじゃないですね。まあ、そういう感じですね。いるじゃないですか。とりあえず、ときましょうか。で、あそこにいます、モスカ君が。当たるかな、当たんないんじゃないかなと思うんだけど。当たっちゃうかな。ほい、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 あー、着されたか。あー、ちょっと待って。向こうからね、来てるな。あー、やばいな。潜ろうかな、どうしよう。潜るか、行った。潜った方が強い気がする。潜れたぜ。で、一旦落ち着いて、行かなきゃな。落ち着こう、一旦。壁にぶつかってるからな、今。壁にぶつかりに行ってるから、ちょっと一旦、なんとかしないと。おい、なんで壁ぶつかるんだよ、もうふざけんなよ。落ち着いていかなきゃいけないんだけどね、正直な話。まあ、一旦上がるか。味方のためにも上がっておきましょう。そっちないよ。なんでそっちに行くんだよ、おかしいだろ。あれ？こっちや？隠れてんの？あれ？あれ？あ、いやいや、びっくりした。こっちね、なんでさっきまでロックできなかった？びっくりしたんだけど。あれね、あれにロックしようと思ったんだけど、ずっとできなくて、なんでやろうと思ってたら、普通にロックできた。多分ヘリが邪魔でね、ロックできなかったんですね。はい。痛い。ちょ、潜るか、ちょっとダメだな、これ。潜れないや。潜らなくていいや。潜んなくていい。水、あそこにジェラルドいるから、潜んなくていいや。ほい、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 ほい。こんな感じ狙えなければ強いんでね、はい。狙えたらダメですけど。ほい。別に着だからでもすぐね、回復しますからね。ほい、ほい、ほい、ほい。あ、勝った。で、次は問題は後ろのね、あれですけれども、うん、これは、味方と一緒に頑張るしかないのでは。この SMX くんね、マジで、わしにはどうしようもないんで。
魚雷4枠でしょ。いや、きついな、これ、ほんとに。そもそもあの魚雷、あ、魚雷じゃないわ。潜水艦きついな。あれ？一応味方のためにも一応魚雷撃ってるんですけど、ちょっときつすぎないか、これは。少なくて、ちょっと、きつすぎやしませんか。いやー、ミズリクもね、あれがないんでね。あ、てか逃げてたね。オッケーオッケー。ないんでね、グレーランが。そこちょっと、やっぱ辛いポイントなんでしょうね。ああ戦艦やられちゃったが。あ、これ負けだな。あ、これ負けたわ。さすがにそれ負けたわ。まあ、落ち着いていきますか。シャフト焚いて、潜りまーせん。魚雷あるの見えなかったな。見えなかったというか、瞬に察知できなかったな。いやー、ミスったな。まあ、こんなもんでしょうかね。でも、ダメージ的にはよくないというか、ダメージ的にはいいみたいですね。はい。99万ダメージ。まあ、ほぼ100万ダメージですね。まあ、かなり潜水艦として出せた方じゃないかな、正直。今の環境、オハイオなんてかなりね、すごいやば、うん、すごいなんか難しい船なんですから。結構出せた方じゃないかなと思いつつ。まあ、防空に関してはそこまでいきませんでしたけど、まあまあいいんじゃないかと思います。2試合目やっていきましょう。はい、と、2試合目やっていきましょうってこれ。まあさっきの試合は難しかったですけど、まあね。まあ、なんなんだろうな。やっぱり潜水、まあこの編成はね、まあ、まあ一発火力重視のね、船じゃないんでね。まあ、確かに味方の貢献なかなか難しいかもしれませんね。撃沈艇貢献はなかなか難しいかもしれません。けど防空はできるんでね。はい、こんな感じにやっていくと敵空母発狂しますね。はい、とりあえずなんか浮いてる、なんかね、撃ってきてるっぽいやつは全部撃っときますか。撃ってきてるっていうか、なんか航空機っぽいやつ全部撃っときますか。はい、どうしよう、勝てるかな。ミズリ君ですね。はい。一応下がりながら撃ってきますか。で、魚雷も撃って。ほい。あー。けどね、こういう風にね、ロックのね、時間めっちゃ短いんで、その点は強いです、マジで。こんな感じにね。痛いなぁ。チャフト入れとくか。痛いなぁ。大丈夫か、でも。立てそうだな、でも。相手ではね、なんかあれがないからね。あれじゃわかんないと思うけどね。あ、やばい。魚雷もないし、グレーラーもないんでね。なんとかなっちゃうんじゃないか、意外と。あ、でも痛いな、近距離の、その後ろは。あ、でもまずいかも。負けるかもしれない。けど、ここまで行ったら下がれねえよな。どこ行ったら、潜ります。勝てるかな。オッケー、撃破。ギリギリセーフ。ナイス。もうなんか戦ってたらもう私が終わってるんだけど、方法。ほぼ終わってたんだけど。え？あとあいつになんか魚雷撃つだけのゲームで終わりなんか。なるほど。ゲーム終わってたや。いやー。戦火戦ってなんか終わってたわ、試合。はい、GG です。ってことで。びっくりしちゃった。はい、80万ダメージですね。こんな感じに。まあ、でも、湖と互角。っていう感じだとちょっとね、厳しい感じはしなくもないですけれども。やっぱり、自分がタゲ引くのは良くないですね。自分が、狙われるのは良くないんで、やっぱり、他の船と行動しなかったんじゃないかなと思いつつ、3試合目やっていきましょう。おられます。はい、と、最後の試合やってみましょうってことで。ここ最後の試合なんかね、空母いないね、敵に。うん。まあ敵に空母いた時はね、防空は防空で楽しいんですけどね、なかなか機会に恵まれませんでしたね。はい、一応なんかまあ2試合目の最初の方かな、やった感じみたいに全然防空できますね。はい、まあ敵が気づき始めたらちょっときつかったりするんですけれども、でも近くだったら本当にすぐねポンポンできますし、遠かったらちょっとワンチャンフレアたかれるかなって感じなんですけど、
まあ、ギリギリ間に合っちゃうかなって感じですね。フレア焚いた後にすぐ撃っても、ギリギリ間に合っちゃうかなぐらいの感じですね。で、爆撃とかに関しては、まあ、フレア3個しかないんで、フレア高せまくって殺す方が、まあ、早い気がしますね。はい。ってことで、早速やっていきましょうってことで。いやー、勝てるかなーって、味方になんか盾になってもらいたいの、結局はね。はい。それが一番強いのよ。あ、いいね、いいね。こんな感じに、ほい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 、あーね。逃げるね。一旦大回りしてと。多分こっち側が来るんじゃないかな。うん、来るよね。けど私と、うん、なんか誰かのワンオンワンって嫌だな。いるね。いるけど、まあ。後ろ回られたくはないんだけど。けど、さすがにちょっときつい気がするんだよな。当ててくるよね、さすがに。どうなんだろう。あー、カンソウくんがどれぐらい下手にかによるけど、当ててくるのはちょっときつい気がしますね。で、逃げてるね。まあ、逃げてるなら、まあ、逃がしときますか。で、ベルゴールドがいるな。ベルゴールド嫌だな。とりあえず、まあ、ゲロ言っときますか。対ベルゴールドでね、はい。いやー、どうしよう。味方ナイスだね。味方ナイスな対戦装備だ。んで、あー、ちょっと、大丈夫。一人じゃ、ちょっと厳しい気がする、それ。いやー、そこ行かない方がいいな、やっぱり。行かない方がいいよ、やっぱり。ほい、ほい、ほい。ほい、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 ほい。いやー、さすがに行かない方がいいんじゃないかな、そんなに。オッケー、まあいいんじゃないの？で、来てるなー、なんか来てるなー。いやー、ベルゴールの核魚は痛いですね。でもベルゴールドのせいで勝てないな、これ。勝てない気がするな。勝てるかな、これ。ベルゴールド先に一番最初にやるのが、やっぱりも最初の目的だったかな、やっぱり。どっか行け、どっか行け、どっか行け。いやー、後ろにイフシャコフがいるけど、間に合わないでほしいな。さっさともう、魚雷ぶち込みたい。まあ、間に合ってはないな。うわー、でも、高いだな。いや、でも間に合ったかー。まあ、けど、なんとかなるはず。まずこいつ、行ってきて、オッケー、オッケー。なんとかなるけど、ダメだなー。さすがに、あいつに竹引くのは、さすがに無理すぎたな。いやー、あいつの竹引けないな。違う、そっちじゃない。当たるだろうから一旦触れたいとこ。いや、アーカンスを狙うか。仕方ない、もうこの際は仕方ない。やばい、これ当たるか、わし。当たんなかったらよかった。なんでわし狙うの、おかしいだろ、マジで。変態かよ。なんとか撃破。一旦回復しながら、うしゃく狙いに行きますか。でも味方ナイスだね。味方が非常にナイス。ベルゴールドいるね。わしは相手しないの、行きたくないんだよな。うわー、そこで咲くのか、君。マジか。とりあえず、こいつをね、格好撃破するしかねえな、マジで。でも、結構なんか、あいつヘマしてくれてるから、わしがなんかね、どんどん前詰めてた方がいいな、あいつに。
おい、ズドン。あー、そこ、あ、よかった、一発で当たるね。いやー、けど今耐えたか。ナイス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 。一旦これで耐えて、あ、でも一体やられたか。うわ、一体味方やられちゃったのか。それは辛いな。わしは生き残る、なんとしても。あ、でもこれやばいな。上がれ、ケイケイケー、ナイス。ふう、敵はどこだ、敵は。ちょっと味方と一緒に行った方がいいんだよな、絶対。あ、これわしの方じゃなかったか。わしの方だ、錯覚してしまったぜ。味方の HP どんぐらいだ。やばい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 、潜れ。いや、これチャフリないやつか。当たんないさすがに、これは。で、味方味方なんで来ないんだよ。今来る場面だろ、マジで。もう仕方ない、行くしかねえ。来たー。やったぜ。いやー、うまかったですね、最後は。いやー、まあ今回ちょっと、どちらかというとね、編成というよりはガチの試合になっちゃったね。まあけど、こんな感じ、永続的にね、打てるのでね、皆さんもぜひぜひ使ってみてくださいってことで。いやー、いい試合だった。はい、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。